10月放送が決定したオリジナルアニメ四季桜、その制作風景を裏側まで見せていくのがこの番組。名古屋アニメプロジェクト、今回も四季桜の小物デザインについて深掘り。デザイナーの岩瀬さん、川上さんに話を聞きます。まずはヒロイン明神桜花が着る巫女服について。本物はこんな風、こんな肌が露出することはまずないですね。現代に合わせた世界観の中でザ・ザっていうか、まんま巫女服だとやっぱり特徴がなくなっちゃうんです。キャラクターとしてのすごく特別なことをやってるっていうところがあるのと、まあ、近未来っていう設定も一応あるので、まあ、巫女服がこうちょっと進化したらこういう風じゃないのかなっていう。今回この服でやることって、神様にお願いをするじゃなくて、その鬼を封印するっていうことなので、うん、大麻とか、うんうんうん、そういう力なので、まあ、払うみたいなね。はい、そうです。なのでちょっと変化させてちょっと強そうにっていうパーツもあったりとかしてます、うん、これに関してはその色合いですよね。やっぱその白と金ってすごくこう僕らが見てる中では神々しいイメージというか、そういうものがあるので、やっぱ金とかっていうのはで、白ってやっぱりそのすごく無垢なイメージっていうのがあるので、その神々しいものとすごく純潔というかなものをこう合わせることで、よりこう神事に近いというか、はい、神に使えるものみたいな雰囲気を出していく必要もあったかなってことで、こういう、はい、ねじれてるのもよくあの神社とかお寺とか行くとあるじゃないですか。しめ縄、ね、あ、しめ縄ね、しめ縄ねアニメーションで描かれる時って、今回の四季桜のようなものってめちゃめちゃリアルに描き込むとかだとまた合わなくなっちゃうんですよ。ある程度そのディテールをどんどんうまいこと省略していく中で、まあ、キーワードとして見えるものとか記号としてちゃんとこう伝わるもの、パッと見た時にすごくこう神々しいものなんだなっていうのを記号的に知らせるっていうことも結構意識はしてるっていうのがあるので、まあ、大事な臓器のところ見えるところに、しめ縄っていうのをつけると、結界とかっていうものが意味合い付けてっていうのがあるので、いろいろ考えながら、多分ここにつけた方がかっこいいだろうなとかっていうのもあるんですけど、細かいデザインにもこだわりがありました。これちょっとディテール若干こだわっていて、紅葉と桜です。右足と左足でそれぞれデザインが違うっていう、形は一緒なんですけど、多分足うつんだりじゃないのかなと思いながらもでもこういう細かいところをこだわることによって、はい、さらにこうデザインが確立されていくっていうのがありますね。ヒールって女性の足をきれいに見せるだったりとか、そういう効果もあるだろうというところで、まあ、これ女性のキャラクターなので、まあ、そういった女性らしさみたいなところを出すにあたって、こういうヒールのイメージを取り入れた。グッズ化したら面白そうですよね。で、視聴者さんにそういう風に思ってもらえるような服とかキャラクターっていうものをこう目指してるのも一つあります、うん、コスプレしてみたいとか、うんうん、続いては桜花が持っている巫女の鈴。これはもう巫女 に特化したアイテムには当然なってくるんですけど、使った時にこうどう見えるかとか、うん、どういう使い方をするかっていうところでこの形に持ってったっていうのがあります。ただの鈴にしちゃうと鈴になっちゃうんですよ。ちょうどこのデザイン考えた時に、その海外とか特にインドだったりとか、ああいうとこ行くといろいろ仏教とか盛んじゃないですか、宗教が。でそういうところからいろいろ見てたら、まあ、楽器に近いみたいな感じ、円でこう重ねて作っていくっていう鈴、あんま楽器でもあるけどそういうのちょっと取り入れると面白いよねっていうふうな発想に至りましてですね、楽器要素からちょっとこう神々しいものに持っていくために形で作ってみたと。これもちゃんとこう四季桜とかを意識したところですね。ここと繋がってきた、ね、そうそう、衣装の方もそうだけど、持ってるアイテムと衣装の統一感みたいなところもポイントポイントで考えてる。まあ、こう鈴ついてますけどね、このポイントも。なんか多用しすぎると桜を押しちゃうとか、うん、四季桜そのものを押しちゃうんで、バランスが必要ではあります、うん、確かに。